ドズルのガチャ切りということでやっていきたいと思います。ドズルのガチャ切りのコーナーでございます。こちら、ガチャ切りのコーナーでは私ドズルがですね、オセロニアの新しいガチャを引くべきか引かないべきか、もうズバリお答えいたします。10点満点でね、引くべきなら、高得点をつけたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日はね、新ガチャが2つ来ております。1つが、この強ゴマパレード、なんとね、S 確率が 5% から 7.5 倍に、7.5% にアップというところでね、また詳しくは後ほど話していきたいなと思います。そして、もう1つが、これ暗逆の支援って読むのかな、暗逆の支援ガチャ、新 S キャラクターとして、カラステングのカルラさんがね、登場しております。結構なんか、本当に神属性っていう感じのね、カラステングさんでございますが、よろしくお願いいたします。ということで、まずね、この強ゴマパレード10点満点中9点をつけます。私これはね、引くべきです。で、この理由としてはもう単純明快ですね。やっぱり S キャラっていうのが非常に重要な、このゲームで、でね、今回の、この S キャラ、特になんかしょぼいのを集めたっていうわけではなく、普通にね、強い S キャラも入っているガチャで 5% から 7.5% にアップしているっていう事実、これね、 2.5% ならそんな大したことないじゃんって思うかもしれませんが、 1.5 倍ですよ。いつものね、 1.5 倍 S キャラが出やすいガチャって聞いたらね、それはちょっと引くしかないかなといったところです。ただやっぱ注意していただきたいのが、その超ゴマパレードとかね、そういったその限定の本当に強い、もう最高峰の S キャラっていうのはこのガチャには入っておりません。期間限定でね、もうその時にしかゲットできない、まあ、要は10点満点のキャラっていうのがこのガチャにはいないので、まあ、いくら S キャラが出やすいと言っても、これ引くべき人と引くべきではない人がね、分かれると思います。 S キャラが充実している人は特にね、今回がっつり課金して S キャラをね、さらに増やさなくても、次のね、超ゴマパレードとかに備えても、それは作戦としてはありかな。私はね、まだ S キャラが6体しかいないので、今回のこの強ゴマは引きたいなと思っております、個人的に。さあ、そしてもう一つ、新しいガチャこちらですね、暗逆の支援ガチャ、こちらはですね、10点満点中6点をつけます。6点、ちょっと厳しめでございますが、まあ余裕があれば引いてもいいんじゃないっていうぐらいですね。新キャラの S キャラに関してはカルラさんですね、固定ダメージです、面白いことに。で、今回のはその総数なんですよね、コマの、盤面のコマの総数12枚以上、つまりこれ4ターン以降、初めにコマが4枚置かれているので、まあ、4ターン以降、スキルが発動して、まあ、ダメージ2300、そこそこです、そこそこで、ステータス、これね、私が今回ウルと評価しました、比較しました。ウルは結構 S キャラで、神属性の中ではね、アタッカーとして、使っている方が多いと思うんですが、ウルの弱体化です、弱体化版、本当にこんなこと言ったら怒られるかもしれないけど、ウルの HP が2769に対して、カラスさんは2480で、攻撃力ウルが1204に対して、カラスさんが1170、この時点で、ね、若干どっちも低い感じですよね。で、スキルも、ウルの最大ダメージが3500に対して、まあ、こちらはもう固定ダメージなんで、まあ、どっちがいいとは言いづらいですけれども、2600の特殊ダメージ、でコンボスキルが、ね、24枚以上なんですが、24枚以上って簡単に計算して10ターン以降なんですよね。10ターン以降でしか使えないコンボスキルってどうなのっていうところで、まあ、神属性ではありかもしれないですけど、まあ6点かなといったところです。まあ私だったらウルと、カラスさん持っていたら、ウルを使うかなといったところですね。あとは、今回のこのガチャでいいなって思ったところとしては、 A キャラのね、新キャラが結構いいやつがいます。このスクナヒコナさんではなくてですね、こっちエフィ、見た目がいいだけではなくて結構強力な A キャラとして注目を集めるんじゃないかなといったところで、まあ、アタックと HP は A キャラにしてはそこそこなんですが、スキル、まず、受けた通常ダメージを 15% に軽減スキルを持っています。 15% ってかなり 低下されますよね。で、こういった軽減コマっていうのはそのひっくり返されにくいんですけれども、このコンボスキルに注目してください。総数が24枚以上の時に発動できて、盤面の自分のコマ数かけ180の HP 回復、これ結構ね、 S キャラの、スキルに匹敵するぐらいのコンボスキルなんじゃないかなと個人的には踏んでいます。ただ、さっきも話したように、コマの総数が24枚以上の時に、ね、発動ということで若干シビアです。
若干シビア。ただこのキャラに関して言うとなかなかひっくり返しにくいですよね。ひっくり返しにくいよね。だって通常ダメージが 15% に軽減されちゃうんで、なかなかひっくり返したくないけどコンボスキルがめんどくさいからひっくり返さざるを得ないっていうところで、結構ね軽減スキルのこう要所を抑えてる A コマなのかなといったところで、まあ、若干、高めに評価して、6点かなといったところです。ただやっぱりね、どっちを引けばいいかって言ったら強駒のを引くべきだと私は思っております。さあということでね、今日は、今日のガチャ切りは2つ、同時にガチャ切りしていきましたが、まあ、今後もね新しいガチャが出るたびに私、ドズルいろいろなガチャをね評価していきたいなと思っておりますので、ぜひ参考にしてみてください。さあということで今回ね、この強駒パレード9点をつけさせていただいたので、今回もちょっと引きたいと思います。でこの動画で引くんではなくて、また別途ね、動画としてガチャ動画を上げたいと思いますので、そちらの方も楽しみにしていてください。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。エビスガーデンルームでお待ちしております。最強のクランが決定する瞬間をお見逃しなく。